こす関西百名山バウバウ。おはようございます。皆さん、時刻は8時25分になっております。今日はなんとここ余呉駅、はるばるやってきましたね。朝4時10分起きして今もう8時25分ですからね。電車だよ。ちなみに、どっから乗った、これ高槻から1980円かけてやってまいりました。こちら滋賀県は余呉湖。今日はここから久々ですね、関西百名山は静ヶ岳に登りたいと思っております。今日はあの真夏日から一転してひんやりした風が吹いておりますね、最高気温30度超えに慣れてた体にはなんか妙に過ごしやすい日、気候に感じます。ちょっと曇ってますけれども、はい、それでは今日も元気に行ってみよう。コスモスが咲いてます。早いね、やっぱりすごいなんか、秋です。何にもありません。豊かな自然です、駅から300メーターほどですね。あそこにもう駅見えてます、直進して1回だけ左に曲がってきました。そうするとここに案内がきちんとありますね、静ヶ岳岩崎山登り口500m。 こっちもあれで静ヶ岳観音堂登り口、両方あるこっちやろ。うん、俺は今日はこっちで岩崎山の方で行ってみたいと思います。はい、駅から 500m ほどで観光館、お手洗いもございます。はい、ここ車も止めておけそうですね。うん、お食事どころ、岩崎山砦跡。ちょっとなんかおどろどろしいね。では、時刻は8時41分、はい、駅から約1キロですね、はい、12分ほどです、はい、では登りたいと思います。えらい階段やで。ああ、まあでもよく整備されてるね。8時50分になろうとしております。こちらが余呉駅からの、あ、そうやね、ほぼほぼ1キロやね。でこっちが観音堂方から来る方と、うん、微妙にうちらが来た方が早いんかな。そうやな、うん、でこれを合流してこっちに行くと、しっかりね、皮を食われんようにしてんねん、これこの紐。で、なんか聞いたことがあるような、それだけ鹿が増えまくって食害がひどいってことや、平和な道やね。おお、ほんとによく整ってるわ、久しぶりに大阪を脱出してきました。はい、こんな長いこと電車乗ったの久しぶりよね。ほんとに、出ませんように、時刻は間もなく9時になろうとしております。 1.8 キロほどですね、はい、30分経過、こっから 1.9 キロ、今リアルリスがいてました。
気に登っていったら、うん、ここタタタって走ってピューって登っていった、うん、雲じゃなくてよかった。ああ、おったおった、おった、あ、向こうの方うん、私ほんまのリスンちゃん初めて、よく言えなかった、お前にしようかね、はい、中川清秀は茨城の城主であったが、秀吉に味方し、ここに砦を築いた。しかし佐久間盛政の奇襲に遭い奮戦したが力を及ばず全滅。この墓は百回忌の天和2年に建立された、ということですね。首洗いの池、はい、誰の首洗ったんかと思ったら、その時にあの森政に敗れた中川清秀の遺体が、うん、この土民たちにより谷に下ろし芝で覆い隠し守られたと伝えられているが、その時ここで首を洗った。土民に守られるっていうことはあれやね、慕われとったんかね、うん、ちょっと行ってみたいと思います、うん、ほんまにある、うん、ずっと池なんやな、ここちっちゃい池やな、うん、よくそんな話がずっと伝わってるな、うん、こう何、羽柴秀吉は最初ここで敗退する、佐久間盛政の追撃戦を指揮していたが、戦線が、余呉湖西岸に移ったため陣を静ヶ岳山頂へ移した。こういうのってほんまな、とっさの判断よな、ここでおい言うとったんやけどね。よこここや、これは立派なお手洗いだ、駅から1時間18分ですね。はい。到着しました。静ヶ岳です。こちらに立派なお手洗いもございます。はい。距離は 4.5 キロほどですね。はい。あ、もう 4.5 キロって書いてるわ。うん、これなかなか、こっちの方が正確なんか。あー、いいね。ちっちゃい横行。え？これ横行よね。横行。ちっちゃいな。それは一周。5キロかそれぐらいしかないねんか。あ、そうなんや、うん、あ、そうなんや、服部緑地ほどか。おお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 、天下取ったど、負け戦。天下取ったど、はいはい、到着しました。こんなものまで設置してあるというこの養護庫です。なんか我々にしちゃすごい余裕のあるプランを組んだもんよね。あのちょっとあっさりついてしまいました。だってあのあっちの方までまだ行くねんで。そうそう、ずっとあの先までいいから。我々ね、今日はね、ここからあと、これはね、序盤でね、この後まだ西国さんに行こうというプランがあるんですね。あれちゃん、島。ああー、なるほど、うん、あ、ほんでこれがあの戦国武将の像ですね、空近いよ、空渡っとかなあかんわ。ね、疲れてんのかこれ、いや疲れてる、戦いの後って書いてある、それは疲れるわ。佐久間盛政の暴走、柴田軍に参戦した盛政、中川清秀の砦を吸収し陥落。勝栄は砦を落とせばすぐ戻ることと言いつけていましたが、盛政は守らず前線に部隊を置き続けました。そこへ美濃へ行っていたはずの秀吉が、伊吹山が見えます。
5時52分。関西百名山第うんざめ60じゃん。マジで、うん、60。なんと60だ。今日のメニューは、鮭とわかめのおにぎり、ゆかり、昆布、人参、ピーマン、じゃこのきんぴら、卵焼き、トマト、酸っぱいみかん、きゅうりのからし漬けです、うん、で、マイクサバ缶朝も同じの食べました4食分作りました、美濃大返し。羽柴秀吉の軍は美濃国大垣から近江国木之本まで約52キロの道のりを5時間で駆け抜けた。通常は 2,3 日はかかる距離である。マラソンに例えるとキロ6分を切る速さ。なぜそんなに速く移動することができたのか。秀吉は先に数十名の家来を向かわせ、途中の村々に指示を出させておいた。握り飯を用意させ道端に並べさせておけ、夜通過する村には松明に火をつけて道端へと。遅れて出発した本隊は松明に灯された道を効率よく食事を取りながら進むことができたのである。四方八方見えるんやね、うん、はい。時刻は10時26分、距離は間もなく5キロ、いざ下山。ハチクマとトビですね、うん、今旋回しとったのがハチクマ。北陸自然歩道らしいです。なんかね、ほとんど人おらん割にすごい整ってるね。この常に見えてる湖がなんかいい感じよね。うん、琵琶湖の北の端やな。こけるで。ハードであります。あっちの方まで行かなあかんはずやで。え？あっちの方まで行かなあかんはずや。行こうぜ。うん。イノシシが罠に
かかっております。おいしい。山本山、上から読んでも山本山、下から読んでも山本山。時刻は12時16分、はい、3時間46分が経過しております。距離は駅から12キロ、横駅からですね、はい、山本山に到着しました。横、静ヶ岳からすごくいいトレイルが続いててね、時折右手に見える琵琶湖が目を楽しませてくれました。誰も会わへんかったね。一っ子一人いませんでした。いやでもね、あの静ヶ岳だけだとね、あの5キロで足が終わっちゃうなと思う時でも、こっちから静ヶ岳に向けて行ったりとか、逆打ち、私らみたいに逆打ちしたりとかして、なかなかいい。うん、お手洗いもあるそうですけど、行く？あ、いいよ、別に時間ないから。えっさ、えっさ、伊吹山。はい、時刻は1時13時9分、距離は 17.1キロ、はい、ここ何駅かな、川毛。ああ、そうそう、川毛、あの三水の方の川に毛の川毛駅に到着しました。4時間40分ですね、はい、ここで一旦ゴールということにしたいと思います、はい。ここから先は電車でワープしまして、長浜、はい、に行きたいと思います、はい。いいコースでしたね、はい、はい、前に行ってよかったです。川芸駅です。ゴール。残念ながら筑後島行きのフェリーはいっぱいでした。1時間、2時間待ちになるかな、あれ、うん。ということで、また次回ということで諦めて長浜駅に戻ってまいりました。ちょっと長浜を観光して帰りたいと思います。どこに行っても大行列の中やりました。おはぎにありつくことができました。なんと1個105円、うん、美味しそう。では早速いただきます。お彼岸番美味しいです。